Right now it's all falling apart. Right now you don't know where to start. Right now the walls are caving in. Right now you don't know where to begin. はい、12サイト目の方はハモキャンプさんご夫妻でーす。どうもハモでーす。ハモさんはYouTube やってられるので初めてのコラボということでよろしいでしょうか。はい、サイティアオチャンネルの。ハモキャンプさんはキャンプ歴何年ですか。キャンプ歴3年半ぐらい。ずっと夫婦キャンプ。そうです。はい、カップルの。お互いにキャンプ好きで。いや、私は昔からその子がやってる。はいはい。キャンプやりたいってその前に言ってて、あ、はいはい、自分が誕生日の時にテント買ってもらって。私がテントをプレゼントして、そのテントでキャンプを。おお、すごい。それはこれなんですか。いや、コールマン。コールマン。タフドームですね。あ、へえー、すごい。ロマンチックな始まり。すごいな。はい、じゃあ早速ちょっと座っていただいてるこの焚き火のところ気になったので紹介してよろしいでしょうか。じゃあこちら、はい、焚き火台。私ちょっと初めて見たんですけど、はい、どちらの焚き火台でしょうか。藤原組っていう。藤原組。藤原組。ヤクザみたいな。どこの組って。あ、見たことある。用途あります。漢字で藤原組。そうだ。いかつ。名前からいかつい。インスタで検索するとプロレスラーとか。そうだよ。キャンプ関係ない。あんまりこれ出てこないですけど。だいぶみな藤原組焚き火台ぐらいまで入れた。始まりっていう焚き火台なんですけど。始まり、はい、藤原組の、うんうん、なんか山口県のガレージブランドで、山賊マウンテンとかあるじゃないですか。はい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 。で積載の時にやっぱり、うん、あの大きいなって、うん、ここは全部取り外しができる。薄っぺらく。そうです。このサイズになるんで。なるほど。積載の時にとか家でしまう時にかなり薄くなる。うん、まあ、柄が綺麗な。あの昼でも明るい。あ、ほんまや。影が綺麗。ってことは火ついた時の、ね。そうですね。ゆらゆらしたか。はい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 。観賞用で買います。結構でかいから存在感がすごい。ね、そうで、このこれは薪を形きれいにしてくれるやつですか。ついてるんですか。本当はね、これ違うんですけど、これファイヤーリーチャーっていう。あのまた別の。はい、全然違う。五徳っていうか、うんうんうん、燃焼効率上げるみたいな。ああ。いや。はいはい。そんなんねや。すごい。これ便利かも。そう。4月ぐらいから発売開始したぐらいな。まだ。あ、そうなんや。じゃあ新しい感じの。そうですね。へえ。そう、グランドデポさんっていうところからさせてもらって。へえ。いや、これいいかも。普通の焚き火台にも入れられるし、うん、サイズ感的に。すごい。結構地べたとか直火の時に結構置いたりしたり。あ、いいかも。なるほど。結構高さが出ないと、うんうん、全部穴開いてるんで。そう、うんうん、なるほど。全部穴開いてるんで空気が通るんで、うんうん、燃焼効率上がって匂いもなんか焚き火の臭さが残らない。すごい。これちょっといいかも。じゃあ次行きましょうか。はい。じゃあ次は私が気になるというかパパさんちょっと好きそうやなと思って。よくご存知で。このねセット。セット。
真っ黒の。こちらはイベント限定なんですよね。そうですね、うん、だと思います。だと。いや、めっちゃかっこいいやろ。かっこいいと思ってるやろ、うん、上のところが柄がなんか2種類あったんですけど、このデバイスワークスの目がついてる柄と、はいはい、もっと違った柄なんですよ。こっちの方が私には好きなんで。一緒じゃないセンスが。デバイスの魅力分かってないですもんね、ママさん。分かってます。分かります。いや、逆にあの分かってない女性は分かんない。女性受けは悪いっていう。女性受け悪いですよね、やっぱり。と思う、なんか、ちょっと、うん、えって なりますよね。いかつい、そうそうそう、いかついんで、ちょっと、うん、やっぱ分かれるんすね、女性が好きなんて、なんていうの。抜いてても、そっちは誰な。親に抜けるの。角張った感じが、やっぱ、鋭い、はい、柔らかい感じ、うん、いや、でも、あのこの足は木の木目がちゃんと出てて、すごい。そう、三脚はかっこいいなと思って。ねえ、これは黒染め塗ってんのかな。ちょっとわかんない、ね、塗ってるっぽい感じ。塗ってる感じがします、ね、黒の木は多分ないと思うんで。塗ってるんじゃない。うん、いや、それはかっこいいなと思う、うん、あとこのね、パパさんも狙ってたベントラックスのカバーね。カバー、火バサミ用のカバー。持ってないんですね。持ってないんです。え、広がりません、ね、広がりません、ね、広がる。だからゴムでここ止めてる。もともとのやつで箱に直して直す、うん、ちゃんと箱に。ただバディアさんいつも箱持ってますよ。動画で毎回箱出てくるから。どうやって箱をちゃんと保管してるんですよ。うちすぐ保管するんですよね。おお、めちゃくちゃ箱に直してまうんですよ。そう、今も全部あのコーヒーセット全部箱に直してきたと。すごいですね。なんかのちゃんとして。いや、でもめんどくさい、ね、めっちゃめんどくさい。全部こうセットでね、入れれたら、うん、そのためのあれか、コンテナやな。逆に言ったら、うちはもう箱じゃなくて違うケースみたいなのを探すみたいな感じですね。あ、そうしよう。それいいっすね。そうしよう。今結構いろいろありますもんね。そうですね。マットノットさんとか結構ちょうどいいの。マットノットは安くて、うん、こう種類多いですね、はい、そうしよう。そうしよう。はい、じゃあ焚き火周りはこんなもんかな。はい、そしてこのね、セットめっちゃかっこいい。これは私かっこいいと思う。へえ、うん、だってシムクラフトのさ、デバイスワークスの三脚、ここですか。ここじゃなくて、これな、うん、これ、うん、隠して。いや、あのシムクラフトのこのボード、トゥーフェイスデックってやつ。あ、トゥーフェイスデック、フリートで見てちょっと気になっとって、そしたらハモさんが持ってたっていう。そう、やっぱりかっこよくない。なんかスケボーの板っぽいけどまっすぐな、うん、そうね、かっこいい。ジャグを特大にしてます。あ、いや、もう絶対活用が微妙です。一つだけだったらちょっと広すぎるな。あ、確かに。これもステッカー、ネルデザインね、ステッカー貼って。おしゃれキャンパーさんはネルデザインのステッカー貼るんですよ。かっこいいですね、デザインが。一緒やな、ほんまにセンスというか、かっこいいと。うん、もう憧れてんの俺。逆です。なるほど、こういう無地のジャグにもステッカーでおしゃれを取り入れて。無地だとちょっとなんか寂しい。そうです、寂しいです。うん、これいいな。これいいな。で、また。で、このコンペイと色違い。白かわいいな。白かわいいよな。私、コンペイと派やから。
冬も好きやね。可愛いですよね。ほら、分かれるんですね、女性と男性は。可愛い、これは可愛い。チムクラフトとこれサンパチがまた。そうですね、黒でマッチしてる。夜でも明かりつけてもらう。あ、入り口にもなるし、まあ、なんかこれザル水拭くときも明かりがあるといいかなって思いました。今日も今日発音しなんで。あ、そっかそっか。はい、じゃあもう幕内はショップのようなんですけど、まず端から行きましょうか。そうですね、こちら何がかっこいいって、そのステッカーがね、激渋なんですよ、ステッカーが。わかります、ママさん。え、紹介してください、その激渋なステッカー。あ、ステッカー、ステッカーに一番反応しないです。私、このワットイオントのあのスルースルーやな、ね、ね、とことんスルー。パパさんの好きなね、そう、デバイス、ね、デバイス。これ持ってたっけ。それ持ってるんですよ。持ってるやんな。カッスよ。勝手にな、勝手に買いました。勝手に買ったんですか。はい、勝手に。当然ですね。選ばないですもんね、まず。存在知らないですもん、はい、デバイスワークスってなんだって感じ。確かに、えってなった。勝手に増えてますデバイスの製品なんです。ブラックでちょっといい感じになってますなってますよね、全部言って。いや、自画自賛。自画自賛。ちょっとね、今日これかけるんだったら、これ、ワトイのやつ。おーおー、もう少し短いですね。もともと付属でついてるのは、はいはいはい、あの、もう少し丈が短いです、ね。あ、そうなんですね。で、これ、カトリとか、あ、はいはいはい、ワトイオンとか、カトリ線香のやつ、はい、こう入れるときに、ちょっと幅を持たせるために、少し曲げてる。あ、そうです。別売り。別売り。これだけ別売りだった。すごいな、かっこいいな、黒。男の漆黒っていう。あ、そう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 、漆黒、そうそうそう。いや、これすごい。ほんならこれちょっとハモさんが持ってもらうかな。怖い、ママさん持つの怖い。いや、怖い、もう絶対ガーンって前にこけそうやから。で、これペトロマックスの HK500 ですね。すごい。めっちゃでかい。めっちゃでかいで、すごい存在感あります、やっぱ置いてると。そうですよね、大きいので。いや、ほんまにあのショップっていうショップで見てる感じがすごい。これってえ、 なんで買ったってなんで。これはあの趣味がアウトドアショップ巡りなんですけど、あたまたま行ったショップさんで、あったんで買いました。もう衝動買い。そうですよ。いやね。だって、帰ってきたらこれ持って帰ってきて、これ買ってよかったなって思うのが、あんまり持ってる人いないんで、あ、確かに。付け方見せてくださいとか、YouTube 始める前の時でも、うん、他のキャンパーさんから声かけられる。声かけるな、これは。でっか。めっちゃ綺麗ですね。でも衝動買いが過ぎません、ちょっとびっくり。その頃はね、あんま買ってなかったから。うん。からなんかこれを買ってきてもまあまあいいかってなる。でもね、ちょっとしたテント買えますもんね。そうですね。値段的にはそう。へ、うん、いや、でもこれはもう一生もんやから。そうね、ずっと使えるし、そうですね、ドイツ製なんで安心の安心のドイツ製。明るいサイトがあるなと思ったら大体これ、これありますね。光量がすごいです、もうあってすっごい、この前公安行った時も、やっぱペトロマックス持ってるサイトはめっちゃ明るかったです。一目で分かる、あそこペトロマックス。そうなんや。これの周りも昼なんで。すげえ。いや、見てみたい。また見せてくださいよ。はい。ゴルキャンやと。あ、そうですね。はい、じゃあついでにもその横の、はい、またこれ私欲しかったやつ、これ。フラッシュアイス。フラッシュアイス。
これは抽選で？いや、これもイベントですね。あ、普通に牧野高原でなんか家に取った時に、お、へえ、切って売れが残ってたんですけど、またいいな、クラッシュアイスはやっぱり間違いはない。この光の屈折が綺麗もん。いやでも ごめんなさい、あのペトロマックス見た後から順番があるあかんかったかも、すいません、なんかこうこうこうやったかも。いやでもクラッシュアイスはね、いろんな色があるから、うん、そうですよね、着せ替えが楽しい、綺麗だね、光がね、柔らかくて、確かに同時につけたら、同時につけたらもう予算やばい。ね、予算次はスキーバーナー。昨日もつけてるとこ見てて、めっちゃあったかいですよね。めっちゃあったかい。めっちゃ、これは衝動がいいですか？はい。はい。これもショップさんに行ってたまたまあったんで、買っちゃいました。いやでもお目にかかれないですよね、そうそう、なんかほんまに売ってないみたいだから、すごいなんかそういうあれあるんですかね、巡り合わせというか、巡り合わせたまたまがね、買ってくれってカモン買ってくれ。その運命に巡り合ってるんで、巡っちゃうんですね、ショップを。あ、ショップを巡る理由がそれ。あ、多分全然違うショップに行ってなんか見つけちゃうんですよ。ああ、これっていう。ビビッとくるもんで。わかる気がする、それは。あのショップ、私も好きやから。好きなショップはあるんですけど、やっぱり新しいところも行ってみたいです。わかるわかる。それはわかるけど、こういう衝動買いはまだしたことない。悪い意味も。一回冷静になる。一回、ちょっと。コーヒー飲もうかみたいな。いやでもいい買い物やと思う。これもね、ペトロマックスも高いものはやっぱり長く使えるんで、確かにそこはいいですね。めっちゃコンパクトですよね、普通のストーブに比べて。これまたごとくつけたら、あ、そうなんですね、いろいろ楽しめるし、ね、あるらしいんですけど、まだ、はい、そこまではこれからですね、これも、はい、また沼ですわ、これは。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそこで、竹尾さん、はい、チャンネル登録4000人、おめでとうございます。あ、いや、ありがとうございます。まさか、こんなところで祝ってもらえるとは。ありがとうございます。プレゼント。え？え？これ。うわ、出た！ずっと欲しかった。いやー、何ですか？この前、あの、買い損ねて、またキャンプ行った時、あの、いいよ、涙、枕の涙で濡らしたマジですか。どっちが欲しかったのか分かんなかったんで、どっちも買ったんですけど、すげえ。多分あれに乗りたいですね。あれ、コーヒーもらったやつですね。あちっちゃい方なんじゃないか、でかいのか、まあ、試してもらって、いいんですか、どっちでもいいです、どっちもでもいいです。どっちかやね。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。あとね、え、まだあるのか。パパさんにね、買ってきたんですけど、ちょっと落ちてたんで、えどういうこと。その前のソマビトの時に、パパさんが欲しいって言ってたから買ってきてたんですけど、やばない、金やろ、怖い、もう怖い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 、すごい、え、まあよかったらどっちかもう一個なんか使って。マジっすか、はい、ドリアン用にドリアン用に全然ドリアン用に、いや嬉しい、ほんなら これでっかいやつ、ちっちゃい方にしよう、ちっちゃい方、なんでそれはあのサイズ合う方です。 あとで見れば、あ、はい、はい、それでいいです。あ、髪の毛がボサボサやから出ようとせえん今日は。じゃあ渡してもらって、はい、やばいな、泣きそうやろ、人生初めて泣きそうやろ。こんなに優しくされたことなかった。そんな辛い過去が。愛を感じたよ。すごい、本当にありがとうございます。いや、ハモキャンプさんももうちょっとで1000人なので、皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ハモさんです。
ぜひぜひ素敵なキャンプ動画撮っておられるので見てみてください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。またコラボしましょう。はい、お願いします。ありがとうございました。